寒くね。寒くね。部屋温めとかなかったから。寒くね。明けましておめでとう。まだじゃね。まだじゃね。あとは45分。年明けても配信するね。ちょっとだけど。もう眠いから、もう寝そうになったの本当に。お腹いっぱい食べて、お寿司いっぱい食べて、カニいっぱい食べたらちょっと寝そうになっちゃったけど、よかったね、配信できて。眠いから声枯れてるかも。何このやつ、めっちゃ可愛いじゃん。可愛い、何今の。カニも、カニも食べたよ。なんか今年もう終わっちゃうんだね。早い、早いんだけど実感なさすぎてやばい。じゃあ今年を振り返りましょう。今年を振り返るよ。1月ちょっと寒くて手も動かす気にならん。寒い。なんか今日顔違くね。顔なんか幼くない？今日な、何が違うんだろう、メイクかな、なんか顔子供みたいな顔してる。服かな。寝起き、寝てないけど。来年はオンラインじゃなくて直接会いたいね。ね、みんなの笑顔をたくさん見たいです。みんな大好きだから、みんなの笑顔をたくさん見たいです。美人は変わらない。あら、そう。寒い。部屋を温めておけばよかったな。
からなんかこの1年で何が一番印象的ですかとか思い出残ってますかって言ったら、いっぱいやりすぎて一つに絞れないんだよな。コロナ期間でみんなに会えなかったんだけど、なんかすごい愛犬なくしたり、新しいワンちゃんをお出迎えしたり、あと10キロくらい痩せたりなんかすごい今までで一番なんか変化とか何かがいろいろあった年だったんじゃないかなって自分的には思っている。今カメラロールは漁ってる。あマジか。1月1日の写真見ます？これ去年のおせち。なんか去年のが鮮やかな気がする。懐かしい。去年の一発目の写真はこちらです。動画でした。アウトレットに家族で行った時にモコも連れてって、1日の一発目のカメラホルダーのやつがこれだった。モコたん、こんな感じでしたね。で、あー待って、1月2日 TIFF みたいなやつに出てるね。ゆゆゆゆ、でその後ゆうなとルカルカと七瀬と4人でネギシ食べに行ったんだよね。ルカルカとユーナ、七瀬。あの雫公園、1月6日に雫公園してる。雪丸。うん、あー懐かしい。これ1年前なんだ。1月7日にバッチコイのやつで、なんかアテランスさんのカツラのやつで、なんかこんな誰顔まん丸だな。おい、ファンが撮ったやつをスクショした。七瀬家族で親戚で集まった写真とか出てきて、雫公園ばっかしてますね。なんか1月では陸泡ですね。このセンシュアリティの陸泡、これとか、
とポスターあるじゃん、なんかセンシュアリティのポスターの写真撮ったのが1月とかだった。なんかこんなやつも撮ったんだよね。あとはコミさんの家に泊まりに行ったりしてる。1月でも1月ぐらいからみんなに会えてないね。きっと1年以上会えてない人いっぱいいるんじゃないかな。1月雫公演が何回かあって、で2月に2月にた多分なんかコロナが流行っちゃって、で2月28日とかだったっけ、センシュアリティのコンサートが中止になったじゃん。だから本当に1月の公演とか来てない人は本当に会ってないね。1年以上会ってない。2月の軽公演が最後でした。あ、そう、そうか、そういうことだ。うん、あくび映ったあくび映るよね。あとは、あ、茨城ツアーのレッスンとかしててこんな感じの撮ったり、結局できなくて振り振りとかもめちゃめちゃ残ってますね。うわー懐かしすぎてやばい。ああ峯岸さんの旋回公演、それであとは。役割ってなんだっけ。3月はチーム系公演めっちゃ出てるね
あとは皆さん2020年で私と思い出に残ったことありますか？何を話せばいいんだろう。もう眠くて頭が回んない。もうあとはもう3月4月5月とかもうコロナだったからもうほとんどもう今年はほとんどお家でしたね。今振り返ってるけど本当に1、2、3月ぐらいにちょっと公園出てリカは出てるぐらいで、本当にでも、あとセルフプロデュース生写真が毎月あったからそれを頑張ってたかな。センシュアリティ、お話し会で久々にお話しできたこと、それだね。お話し会が思った以上に楽しかった。あ、確かに。やっぱだってそれがなんかもう醍醐味みたいな感じだったもんね。あ、確かにおうち公演懐かしい。めっちゃなんか衣装頑張ったよね。衣装っていうかもう私服だけどなんか。自分の持っている服を集めて着たりしてた。ドタバタ選抜とヘビロテ、ドタバタ選抜とヘビロテも頑張ったね。もうあとは2020年はまあ仕事で言えばセンシュアリティとかまあ、そういうおうち公演とかそういうのが印象に残ったんだけど、まあ本当にモコをなくしたことが一番大きい。まあそれがあったから今頑張れてるし、センシュアリティももっと頑張ろうってなって成功に終わったんだと思うから、本当にモコには感謝してるし、モコがいたから今のワンちゃんたちもいると思ってるから、それが一番私にとっては一番大きな変化というか思い出、印象に残ったことでした。はい、待って、ちょっと待ってね。なんか今お母さんが言ってたからチョコクロ抱いてるかなと思ったらいなかった。おうち公園の日だ。何このスタンプみたいなアイテム、すごっ。おうち公園の日だや才能発揮してた。才能発揮、どういう才能。なんかチョコクロっていう名前を改名しようかと今悩んでて、改名するなら本当に1週間経たないうちのがいいじゃん。やっぱ名前を覚えさせなきゃいけないから。でなんかチョコは言えるんだけど、黒のことをチョコって呼んじゃって、黒っ
ていうのがいまいち言いづらくて、家族のみんな、なんかで親戚とかが言ってたのは、なんかそういう可愛い感じのチョコとか黒じゃなくて、なんかおじいちゃんはスケ三角さんに しろとか言って、やだよスケ三角さんって呼ぶのって、嫌じゃないそれ、スケ三角さんってで、いとこのおばさんはチョコはまあいいとして、黒っていうのが言いづらいって言ったら、チョコとミント、チョコミントチョコミントはどうとか言ってて、そうおじいちゃんね、なんかねちょっと変わっててねあのもうチョコと黒だよって言ってたのに、なんかスケさんおいで、カクさんおいでとか言ってる、おじいちゃんの膝の上に乗ってる時もスケさん一個だねとか言ってる、おじいちゃんはちょっと意味がわからんです。ミトコン、あとはチョコとチョコチップチョコと黒の方がチップっていう名前にしようかって、もう黒って本当に言いづらいのよ、みんな黒のことチョコって言っちゃうから、それがねちょっとあれで、なんかいいチョコモナカ、あーそれもね、いいなんか編んでたんだけど、なんかいいのあるかな、みんなチョコレート、レートレートレート言いづらくないチップなら出るだろう、あーなんかねそれ弟が言ってたんだけど、なんかデールって言いづらくない？そうモカは、モカはさなんか女の子っぽいじゃん、しかもモコとダブっちゃうような気がするから、タカアンドトシかないやそれそれやばくない普通になんか受け狙ってるっしょ。チョコタルト、あータルタルト、あー言いづらい、2文字がいい、2文字、あチョコアイス、そうそうそれね、おばさんが言ってた、アイスにすればいいじゃん、もう2文字がいいんだよなと思って、うんもう慣れれば言えるのかな、どうなんだろうね。チョコ、チョコケーキ、ケーキ、ケーキくん、だって男の子だよ、皆さん男の子ですよ、チョコ黒は。チョコソラ、チョコロン、ロン、あーチョコロン、あーいいかも、マーブルチョコマーブル、マーブル、マーブル、あーなんか言いづらくない、マーブル2文字がいい、チョコフォンデュ、フォンデュ、フォン、チョコフォンデュ、フォン、なんかフォンデュの方かわいそうじゃない、だってさメインはチョコでしょ、メインはさチョコレートじゃん、チョコフォンデュって、チョコくんとフォンディくんで、フォンディくんの方かわいそうじゃないなんか機械みたいな、そのフォンディする機械みたいな、メインじゃないみたいな、チ
ョコと、なんかね、犬の名前ランキングみたいの見たら、モコっていう名前が4位くらいで、普通に自分がつけた名前なんだけど、モコっていうのがいいって言って昔つけたんだけど、まさかのまさかの犬の名前ランキングでモコが4位くらいで、あ、そんななんかあのつけやすい名前つけてたんだと思って。そう、え、じゃあみんなの、みんな猫とか犬とか飼ってるお家はなんて名前ですか？チョコプラプラちゃん、チョコプラチロルチョコ、チロちゃん、チロル、チロル、あ、チョコクランチ、クランチなんかいまいちだな。ココアです。ココって呼ばれてる。あー、かわいいね。やっぱりなんか最後がコって終わるとかわいいよね。チョコ、モコとか。犬猫じゃないのはいるけど、何がいいの？え、犬猫じゃないの聞きたいんだけど日本犬だったのでトミーって名前。あー、いいね、いいね、合ってるね、それ日本犬2文字だし。みんなの飼ってる犬猫の名前教えてほしい。パクらないから参考にする。亀、亀、亀で、亀か。え、でも亀ってめっちゃ長生きするんだって。うん、うん、うん、みんなの飼ってる、飼ってない人が多いのかな。なんか全然全然コメントなくて焦る。17歳、亀で17歳じゃもっと生きるね。あと100年生きるね。昔飼ってたのは6、白、B。ああ、6、白、B。いいね、白、白い犬だったから白。ああ、じゃあ黒でいいか、黒い犬だからダックスの黒だから黒でいいかな2個。あれ、モコ、パピヨン飼ってる人モコって名前じゃ一緒だったんだね。ニコちゃん、モコちゃん、ニコモコ、モコニコ、かわいい。今の猫はグーだって。保護犬だよ、そのままがいいと思う。どういうこと？保護犬だよ、そのままがいい。うん、真っ黒でいいか。クーロちゃんも、クーロちゃんも、モコちゃんじゃなく、クーロちゃん、ジョーコちゃん、クーロちゃん、ジョーコ。もともとの名前がね、本当は知りたい。もともと飼われてた名前が知りたいんだけど ね、知れないからね。で、なんか施設で預かってた時に、なんか、まあ、その女の人が、あの、区別とかつかないから、なんか呼んでた名前がちょうどチョコクロで、でもほんと1週間とか2週間もいなかったから、そこになんか名前全然決めてくださいって言われて、その子たちもチョコクロでなんか振り向かないし、私が勝手にこう名前呼んでたんでって言われて、じゃあ決めるかってなっても、なんかチョコクロでちょうどいいんじゃないってなって、それにしちゃったんだけど、そう、もともとの名前が知りたいよね。わかんないんだよね、年齢とかも推定だから。
ヤジさん、キタさんって何？やばい、あと14分で2020年終わる。じゃあインスタ投稿しよう。ツイッターに載せた写真でいいかな。いいよね。じゃあ1位ね、狙ってね。なんかすごいみんなさ、ちょっとお正月っぽい写真をしてるのに、私普通のニットっていうね。そんな私でも好きになって許して。投稿します。したしました。ツイッターと同じやつだけど超ズボラ適当。コメントもしてね。ツイッターのいいね、どのぐらい来てるか見よう。ああ、1000いってほしいね。ちょっと毎回のツイート、ちょっと1000いきたいから、みんなよろしくちゃん。よろしくちゃんちゃんちゃん。はい、質問かもん。あと10分、質問タイム。コメントしました、ありがとう。フリート活用って何？今年最後のコメント。
来年の目標、来年の目標は前進する、笑顔で楽しく、そしてこんなコロナ禍でいつ収まるかわからないけど、みんなに会える機会欲しい。あとショールーム頑張る、ショールームショールームをたくさんする、ショールームでみんなと笑顔で過ごす、あとは雑誌とかグラビアしたい、もっと綺麗になりたい、自分磨き頑張る。はい、もうたくさんあります。今日の配信も0時で切れちゃうのかな、あの多分0時以降もやると思いますよ。はい、今年一番嬉しかったことは何、皆さんがこうしてショールームに来てくれたり支えてくれたことが本当に嬉しかったです。あとは皆さん私に質問ないの？ないんだ。おせち食べたよ。ウニ食べたよ。ウニ美味しかった。お寿司なんか2つぐらいでお腹いっぱいになっちゃって、そうだから上だけ食べたお寿司、そうご飯付きで 2個ぐらい食べてお腹いっぱいになっちゃったから、あの上だけ食べて、この上だけ食べたの彩香でしょって怒られた。一番好きな髪型はおろしです。おろしとかおろし巻き。逆に質問ある？質問ない。ない。なんだろうね、2021年も私についてきてくれますか？かな。ひだわや初詣怖いから、なんかどうしようかなってなってます。コロナも増えてきてるし、そう、軍艦とかも、ウニ軍艦とかもウニだけ食べたりして、超欲張っちゃった。いいよ、もうご飯を食べてくれる人がいっぱいいるから。明日もお寿司食べれるんだよな。明日はお母さんの方のおばあちゃん家に行く。今日はお父さんの方のおじいちゃんおばあちゃんがお家に来て、私たちがおもてなししてご飯食べたんだけど、明日はおばあちゃん家、お母さんの方のおばあちゃん家に集まって、いとこがみんな集まってお寿司も食べる。バーイ。あとおじいちゃんがカニを3キロ頼んでくれたから、私はカニ担当でもうひたすらカニ食べてるんで、お寿司を食べたらもうカニ。あとね、いとこで中学高校1年生の女の子のいとこがいるんだけど、その子もカニ好きで、最後まで食べてんな私とその子そう、カニ姉ちゃん。お年玉いただいちゃった、22歳なのに。今日おじいちゃんが、そう、彩香と弟にはもうおじいちゃんが生きてる限りずっとあげるよって言われて、
うん、ありがとう、喜んでもらうとか言って、弟は大丈夫大丈夫、なんか謙虚だったんだけど、私はもらえるものはもらっときたいな、もらっときたいと思って、おじいちゃんいっぱいちょうだいって言っといた。いとこからなんて呼ばれてんの、あやかねえね、あやかねえねかな。で、上とか、上のお兄ちゃん、いとこのお兄ちゃんはあやか、下は2人しか いなくて、女の子なんですけど、あやかねえねって呼ばれて、お年玉あげたい、みんなちょうだい、ちょうだい。そう、お、待って、あと3分、カウントダウン、カウントダウンしようぜ、みんなでカウントダウンしようぜ。初めてじゃない、カウントダウンショールーム、カウントダウンショールーム初めて。え、みんななんかお年玉あげたいって言ってる、待ってまーす、待ってまーす。イライアちゃんとカウントダウンできるなんて幸せ、私も幸せ。ドボン用の時計が役に立ちます、初めて。あ、待って、あと2分、あと2分、あと2分、うん、もうね、結構ね、限界なの私、もう眠くて、お腹いっぱい食べたらもう眠くて。もうこれで寝たら超幸せだよね。明けおめ、ちょっと早いよみんな、牛年だ。ん？今日は、今日ってか2020年は何年だっけ？やばい、あと1分くらい。なんかドキドキしてきた。なんかドキドキしてきた。2020年はネズミだっけ？あ、ネズミだ。ネズミ。ネズミポーズ。わかった、待って、あ、待って、あとどのぐらい、ネズミポーズ、じゃあスクショ、はい、2020年の最後の写真。え、え、怖い、何の音、びっくりした、なんかショールームで花火鳴ってない、やばい、カウントダウン始まった、はい、スクショタイムです、ネズミ年最後のスクショ、ネズミポーズ。10 9 8 7、リゴ、本当に機械が壊れたみたいな、このタブレット壊れた、びっくりしましたね。はい。いやー、嬉しいですね、みんなの年を越せて。なんか、うん、どんな感じですか、みんなのこの周りの画面。ですか、牛普通に映ってる。じゃあ私だけちょっとバグってるんだ。牛ってどう？
ですか。これ。じゃあこれでいいや。可愛い方にしとこ。はい、牛ポーズ。スクショ。おお。ま、はい、これを載せて。そうなんだけどね、こんなもんだよね。でも2020を死んでもらえるっていうのがすごい勉強になった年でもあったし、そう、ショールームとかこういうのがみんな楽しんでくれるなとか思ったりしたから、あとは遠くに離れててもみんなの愛を感じることができたから、それをバネにっていうか、それを元に2021年はもっとみんなと笑顔になれる日が一日でも多くなれるように、うん、みんなの力も借りながら頑張っていきたいです。あとは自分自身の目標はやっぱユニットライブがすごい好評だったので、そのユニットで今後活動ができれば飛躍したいし、あとは、まあ、セクシーでやらせてもらってるのでユニットでなんかそういう、そう、路線でなんかファンの方を集められたらいいなとも思ってるし、あとはやったことないお仕事、メディアとか今大変かもしれないけど、そういうのも出れたらいいなと思ってるので、ここの仕事も頑張っていきたいと思ってるので、みんなの力を貸してください、よろしくお願いしますはい、あとはね、うん、皆さん支えてください。私も頑張るので。セクシー極めます。もっと筋トレ頑張ります。腹筋割ります。はい、ということで皆さん今年もよろしくお願いします。じゃあもうそろそろ終わりますね。読みます。1位ハッシーさん、2位ヒロカンブリさん、3位ノブさん、4位リンゴリンガリンゲスト、3位ピータさん、6位かっちゃん、7位ラブイチゴちゃん、8位セイタカくん、9位ナハハンさん、10位ミリアちゃん、11位カカアイナさん、12位キャプテンアクアさん、13位アキラさんです。ありがとうございました。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ、明けおめ。じゃあおやすみなさい。バイバーイ。